そうなんですよね。キャンプファイヤーで火を起こして、確か作れんじゃなかったっけかな。あれ、今もつ、もっと作れるか。いや、作れないな。やっぱりそうだよ。よし、7日目。ささっと屋上まで行きますよ。よいしょ。すごい勢いできそうだな。違うのが起きた。ああ、すげえいっぱい来た。うわっ！あ、やばい。明日じゃん。こっちじゃない。あ、危ない。ちょっと一回退却。退却。退却。やば。強いやつじゃん。やば。くそ、囲まれた。落ちた。落ちた。強いの2体出てくると反則だろう。落ちてくんのこれ。あえて。くっそ。やば。やばい。全部来た。マジかよ。挟まれた、しかも。よいしょ。よく生きてたな、今。ういや。今のうちに上を目指せばいいのか。とりあえず早く行かないと。どっから行くんだこれ。あ、あっちか。まず声出ちゃうやつ。やばいやばい、落ちる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 。
どう来るどう来る。落ちた。全部いったな。弾。違う、取っちゃったよ。ええな、どうすか。木かよ。何か入っててくれ。何か入っててくれ。電子バトン。まあいいや、ちょっと。あ、やばい、落ちた。あ、やばい、やばい、やばい、あれ。なんか意外とも、助かった。どこだ、ここ。あ、ここか。これなんか入ってる。もう、この辺開けていかないともうやばいわ。マチェーテの作り方。
うわ、マジか。強いな、スタンバトン、いいな。まさかと思うが、やっぱり。強い。これもしかして下が開いたのか。これ上いけんのか、もしかして。上いけるな。むしろこっちが純六星な。問題はもう一回ハゲタカが出てきそうな予感がするっていうことぐらいか。なんか右から音がする。うわあ。すげえいっぱい出てきそう、あそこ。大丈夫これ。これ怖っ。すげえいっぱい物資がある。なんだこれ。いや、ありがてえけど、これやばくね。うん、カビパンはいいや、まだ。なんか噂によると抗生物質が作れるらしいけど、まあはいいでしょう。これ壊れんな。水シャム缶。ブルーベリー食べちゃう。大丈夫かな。おっと、食べちゃおう。あ、壊れた。いや、補強コンボで。あ、壊れにくい。ゾンビが来てないことを祈るけど、来てんだろうな。ゾンビ降ってきたらアウトのやつだよな。よく見たらあれじゃん、なんか感染してんじゃん。ほい、
食べちゃおう。生肉は一回も。それにしてもこのコンボ壊れにくくていいな。あれ、いただきました。問題はゾンビがいっぱいいそうだなと。とりあえず上まで行くか。もう一個ぐらい飲んどっか。飲まなくても大丈夫だったかな。おお、多分ね、落ちたらアウト、落ちたらアウト、落ちたらアウト。よいしょ。他にはないかな。ないね。にしても壊れちゃったな。こんだけ作ればいいっしょ。どうしようかな。これ多分壊れんじゃね。壊れないか。どうしようかな。こんなことすんの、マイクラ以来で。こわ。マイクラと違ってしゃがんだら、しゃがんでもそこで止まるわけじゃないからな。なんだろうけど、うわマジか。これこの展開を予想してなかったって。やっべ、逃げろ。ていうかよく見たら包帯つけてない。やば。撤収。ああ。どうしようもねえよ、あんなの。えらいこっちゃだよ。ああ。大丈夫かな。
走るゾンビんだよな。まだいるかな、あそこに。いなくなってるけれども定位置に戻ってる。使うか。ちょっとあれだな、一回下ろしちゃおう。一回後で回収で使うか。最初はステルスキル狙いつつ、間違えたよ。なんとかなって、はあ、いや違う。まず引きたい。噂によるとこいつ爆発するって話を聞いたことがあるな。大丈夫。わあ下から来た。うわびっくりした。なるほど、爆発しないやつか。行って走ってきた。マジか。硬いなこいつ。とにしても全部か。ああ警官のやつがいるんですね。まあ、太ってるやつは爆発するって噂を聞いただけだったんで。スタンドット強いな。それにしてもこいつしかもしびれして動くのか。オッケー。あーやっと終わった。でここか目的の場所は。よっと
ああ、なるほど。そんな感じ。砂丘部行くか。なるほどね。警官の人も、警官のゾンビも太ってらっしゃるのね。ああ、でもこれで上か、屋上か。わ、すげえ、なんだこれ。こっちの方がいいな。武器だ。なんだろう。ピストルはいいかな。でもこっちだと。ありがとうございます。やっとここまで来たけど、こっちにしよう。あ、ガラクタ砲台はなんかどっかで見たことがあるな。で、あ、これで骨ナイフとも、あれだな、おさらばできるな。ファーカーかい。くっそ、マジか。くっそー、そういうトラップか。穴開きやがった。くっそ。こんな初歩的なミスを。くっそー。つら。そいは下だ。くっそ、最後の最後でこんな。辛いわ。なんか床抜けそうかもなとは思ってはいたけども。そ、単純な手に引っかかった。ですよね。くっそ、斧も壊れてるし、少しあれだ、鉄だった。まあ、しくじりましたわ。あそこも開けなくちゃいけないのか。2個しかないし、勝手やするから、開けられるかどうか微妙なんだよな。試してみるか。でも、開いてくれ。アヒ、ああ、もうない。ないか。その辺の箱入ってないかな。
シャム缶ばっかやな。シャムウェイ、密封貨物クレートだけど。てか、喉乾いてんじゃん。ビールでも飲んどっか。ウェイ。あ、水あんじゃん。よく見たら。ちょっとがっつり飲んどこ。セキュリが怖いけど。もういいかな、シャムウェイの。はあ、これはダメかもな。はあ、斧とか使えれば楽なんだろうけど、また石不足になってるか。もうそういう感じのしかないのか。え、壊すのでしょ。変わった。どうしようかな。とりあえずあんなところに町があるけど、お、強っ。あ、レベル上がった。そんな感じですね。7日目、所作場の7日目ですね。そして、頂上に着いたけど、どうしたもんかな。怖っ。これが一番怖いんだよな。よいしょ。落下して足は折るし、最悪だな。やっぱりここでフェラルフォード迎えてなんとかするしかないな。おっつ、とてつもなく怖いですよ。一応これでも高いとこダメなんで。っていうか斧が欲しい。ぶっ壊れちゃったからな。あ、もう3時間やってんのか。てか弾すげえいっぱいあんな。というわけで、あれですね、もう3時間近くやってるんで、フェラルフォードは次回ですな。もう、確かフェラルフォード8時からだったと思うから、8時っていうか、20時からだったと思うんで、そんな感じかなと。思います。とりあえず登頂できたし、ここでフェラルフォードをなんとかするしかないんで、もうとりあえず頂上でことを構えるしかないなと。足も折れちゃったし、どうしよっかな。これ開けられたら多分いいもん手に入るんだろう。22時、あ、まだ余裕あるな。やっぱりあれですね、残りの、なんていうのかな、ちょっと止めよう。よいしょ。残りのその22時までの間の準備期間プラスフェラルフォード
もう3時間以上やってるんで、ちょっとそろそろ終了にしないと時間的にまずいんで、そうですね、来週、フェラルホードやりたいと思いますので、すいませんね、こんなところで止めちゃうのもあれですけど。ではでは、今回のセブンデイズトゥダイは終わりにしたいと思います。では、次回、来週も同じくやるんで、よろしくお願いします。それでは、また。